田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回いじるのはアイゾトープの DTM 入門ブースターセットという音源とエフェクトが6点プラス1つくバンドル、クレイジーな、ね、バンドルをご紹介してみたいと思います。はい、それではアイゾトープ DTM 入門ブースターセットというバンドルをいじってみたいと思います。これは日本オリジナルのバンドルセットということで、さあ何が入ってるかちょっと見てみましょう。まずは、ネオバーブ。アイドトップネオバーブ。入力するソースに対してリバーブアシスタントで、おすすめを押してくれるね。おすすめを出してくれるというやつです。そして微調整するというやつです。そして、業界の定番オゾン。今これ、アドバンスなんですけど、スタンダードということで、一部モジュールがないですが、ほぼほぼ、AI 機能も使えますし、各モジュールのエディットもできます。ネイティブインストルメンツの、プレイシリーズ。簡単にね、こういう UI になってるけど、実は本格的な、デュエット。デュエットは、何かっていうと、艶のある、これね、ちょっとページから、抜粋しますと、艶のあるポップ、スイポップや R&B に適したマルチサンプリングされたボーカルとシンセ。ボーカル素材と、シンセ。こっちのボーカル素材とシンセが、合わさってるハイブリッド音源と。なるほど。なるほどなるほど。はい、こんな感じで、この A と B にそれぞれこうね、あって、で選んでって音を作っていったりする。で B は何っていう。混ぜて、あとはエフェクトだったり、まあ、フィルターとかですね。で、いじるっていうデュエットというやつ。あとはもう一つ、プレイボックス。プレイボックス、これ何かっていうと、フレーズ、コードとサンプル、FX を組みで、おすすめをプリセットでこう、コード決まってて、まあ、エディットもできるんですけど、それを、組み合わせて作るやつなんですね。例えばコード、まあ、プリセットで今この、こんなので、まあ、こうありますよね。この赤いところ、鍵盤の赤いところに、まあ、こんな感じにコードのね、おすすめがあって、こうキーが出て、これ Am ですよっていう、その中でこう選んでいくと。もちろんこう変えることもできます。でそしてそれぞれの、サンプルを、変えられるんですね。例えば今、これ C さんのとこですよね。これを別なもシャッフルして、こうボイスベースインストルメンツシンセっていうね、こういうシャッフルして、こう縦軸でも横軸でもシャッフルができるので、これをなんか組み合わせて曲を作ったりとかすることもできますと。ネイティブインストルメンツの、レプリカ XT ですね。これはディレイなんですけど、シングルバンドデュアルもできるし、こう見ていくといろいろなね、実はこれ、ここモダンってなってますけど、こんな感じにディレイの種類をね、選ぶことができると。モダンアナログ、テープディレイ、ヴィンテージデジタルとかで、ディフュージョンね。これ5種類のアリゴリズムがあって、さまざまなディレイを演出することができる。そしてまだまだあるんですね。はい、ブレインワークスね。プラグインアライアンスのブレインワークスコンソール N2。ニーブコンソールのね、チャンネルスリップですね。はい、こういう感じになってます。はい、そして日本のオリジナルの特典として言って、ムジオ。シネサンプルの音源がサブスクで使えるというムジオ。これの1ヶ月のサブスクの権利というかがありますと。これを入れて、全部入れて7000円いくらぐらいですよね。これがまたまたすごいセットだと思うんですが、じゃあまあ、ちょっとですね、簡単に作例というか、ちょっといじってみたいと思います。ちょっとドラムがないので、ここはネイティブインストルメンツの、ホーディーズベリーオーンっていうドラムのね、やつで。これここにパターンが入ってるんですけど。何がいいですかね。
あ、こんな感じで言ってみますかね。はい。はい。じゃあこれをちょっとループさせながら、さっきのね、デュエット。あ、デュエットじゃない。デュエットはね、リードっぽいのに使うから。じゃあこのプレイボックスで、ちょっとそのコードを選んでってやってみましょうか。どういうのがいいかな。なんか、まあ、ややく。これですかね。こことここタン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 、よし、これでいこう。ほうほうほう、 C マイナーなんですね。でここで次がここですよね。なるほどなるほど。デュエットに持ってってデュエットでなんかいい音が。なんですかね。なるほど。じゃあこれちょっとねベースを探す旅に出て、はい、これは打ち込んだ後に今度はね、サンプルってところを持ってってこうで、さっきのね音を変えてみましょうか。こうやってね、はい、こう同じることができます。これに対してだからでリバーブね、今リバーブかかってるのか。はい、こんな感じのテープディレイかけたりとかして、はい、じゃあこれネオバーブリバーブアシスタント選んで、じゃあブライトでネクスト、こんなのを選んでくれると。ここで微調整するという感じですよね。で最後にこのドラムにね、ちょっとコンボかけたり、EQかけたりしましょうか。最後に、ね、オゾンね、まあアドバンスですけど、実際はスタンダードが入ってると。ちょっとプリセット見てね、ちょっとなんかこうやってみますかね。グレッカルビのやつね。じゃあこれチンテルクラリティ、これどうなんですね。こうやって、有名エンジニアのプリセットが入ってます。そうですね、スタビライザーとかインパクトとかは入ってないので、これなんかねいいんじゃないですかね。マキシマイザー、よいしょ。オフです。はい、今これでね全部やりました。期間限定なんですけど、トータルにかけるねマキシマイザーオゾンもついてこのバンドルということでね、これねちょっと面白いね。普通のねまあその J-POP って感じではないですけど、ちょっと彩りをね、手持ちのプラグに彩りを加えることができるんではないかと思います。さて、いかがだったでしょうか。アイゾトープ DTM 入門ブースターセットバンドルね。
このバンドルの中に持ってるものが1個あったとしても、もうそもそものね、1個の値段だけみたいなね、感じ。ね、この6個入ったね、ものが。なので、もう全然それだけでもね、お気に入りのものが、なんかお目当てのものがあるんだったら、OK だと思います。やっぱり最近の、ネイティブインストルメンツ、プレイシリーズ面白いのがあるのでアイディアの源になるものがあるんではないかと思いました、今のうち、8月2日までなので、もしね気になるものがあったらゲットしてみてください。それでは。